Thank you.
ヨルハの遺体。
さん、どうしたんですか？直接話したいって。話すよりも実際の記録を見てもらった方が話が早いな。なるほど。この AT というアンドロイドですが、私たちの過去記録にもあります。危険なアンドロイドとして認識していますが、この家に直接来ることもありますよね。すみません、私の知っている情報はこのくらいです。そう、ありがとう。各地を警戒しつつ、一度レジスタンスキャンプに戻ろう。自我データのチェックと補給が必要だから。なぜ A2 の情報をパスカルに聞いたの？え？司令部に許可なく機械生命体にアクセスするのは推奨されない。うん、ごめんなさい。でもそういう好奇心旺盛なところは嫌いじゃないよ。おお、ありがとう、トゥビー。私たちの敵は機械生命体だから、それを忘れないで。ああ、トゥビーか。ちょうどいいところに来た。実は我々アンドロイド軍が太平洋に展開している空母があるんだが、近々補給に戻ってくる。我々レジスタンスも補給作戦をアシストする。君たちにもその護衛をお願いしたい。護衛？ああ、海岸沿いにある補給用のミサイルが準備されているんだが、機械生命体たちも最近活動を活発化させているから、警戒はしておいた方がいいと思ってね。もちろん夜ハ部隊からの指令があれば、そちらを優先してもらって構わない。頼んだぞ。仕事とはいえ、レジスタンスの皆さんのお手伝いが多いですよね。雑用感があるというか、なんというか。仕事に文句言わない。レジスタンスと情報交換するのは重要な任務。それに戦闘より雑用の方が安全。死ぬより死なない方がいいに決まってる。そうですね。
依頼されていた目的を達成。レジスタンスキャンプに書かれていた数列を座標に変換するとこの辺りになるはずなんですが、ナインエス。
この機械生命体の解析を。え、どうしてですか？ちょっと気になることを言ってたから。解析完了。当該機械生命体は仲間を破壊されている。その怨恨を理由にレジスタンスの男性をここに呼び出し、最終的に破壊した模様。機械生命体が復讐した？そんな複雑な概念を持っているなんてちょっと考えづらいですが。この遺体はレジスタンスキャンプで依頼された探し人でしょうか？メモリを調べてみましょう。この人も復讐のためにここに来たんですね。そして弱い方が殺された。今回の件、依頼人の女性に報告するの気が重いですね。真実を知ったからには言わないと。それがどんな真実でも。報告。アクセスポイントからメール受信の連絡。
侵略者を発見。おお、こちらも我らが俺の命を捧げよう。我らが俺の命を捧げよう。Thank you.
情報といってもどこを探せばいいのか。戦闘時に発生するエネルギー反応を調べていくのはどうでしょう。アンドロイドや機械生命体が破壊されると融合炉など。ダウンするんですが、その時に放出されるエネルギーが検知できるんです。現在このエリアで戦闘任務に入っているのは僕らだけのはずですから、エネルギー反応があった場所に A2 がいる可能性は高い気がします。廃工場跡地に集中しています。マップにポイントしておきますね。見覚えがありますね。この写真と同じ場所です。レジスタンスの女性に座標を伝えましょう。でもどうしてこんな写真の場所が知りたいんでしょう。どんな人にも大切な記憶はある。その価値を決めるのは私たちじゃない。他人に分からなくてもきっとこれは必要な情報。そうですね。報告失敗。捕獲失敗。
終了。これはポット？推測。所有者が何らかの理由でセーフモード状態で投棄。どんな事情で捨てたんだろう。再起動して使えるようだったら私を管理者に上書きできるか試してみて。起動確認。アクセス成功。所有者の上書き登録成功。特殊兵装が使用可能。